さて今シーズン最初の試合ですが、彼らも好調なスタートを切りたいと思っているはずです。一番下からのスタートですが、彼らの動向を見守っていきましょう。打ってきた、クリアできるか。ゴール下隅に決めました。ファインゴールです。これは悔しいですね。よく止めたんですが、ディフェンダーがクリアできませんでした。キックオフからわずか2分、なんと先制点が生まれました。ボルコット、フェルトンゲン、ラムゼ、すぐ攻撃に切り替えたい。ベインズ、ジェラード、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。イニエスタが絡みます。彼がボールを持つと徹底的な仕事をしてきます。ウェルベック、パスの先にはウォルコットが、ウォルコットが入ってきた。ダニエル・アウベス、ここにダニエル・アウベスがいます。上がった、クリアしました。バタついたラインを整えたい。ラムゼ、さあどうしますか。ここでフェルナンド・トーレス、裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。これはダニエル・アウベス、ディフェンスがサイドに寄ってこれに対応します。ここでセルヒオ・ラモス、サイドチェンジです。ここにいます。イニエスタ、マルセロ、セルヒオ・ラモス、ダニエル・アウベスのところに行きました。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。ここにダニエル・アウベスがいます。もう一度ダニエル・アウベス、イニエスタが絡みます。メッシに注目しましょう。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。ジェラードが攻守に効いています。ベインズ、ラムゼ、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。これはダニエル・アウベス、ここはチャンスです。彼のシュートはいつも枠に行きます。コーナーになりました。リードを広げるチャンスです。頑張りましたが届かず。もうちょっとだったんですけどね。なかなか入らないですよこういうのは。でもチャレンジは良かったですよ。ダニー・ウェルベック、攻守の切り替えが大事です。中にボールが入る、ウェルベック、コーナーになりました。同点のチャンスです。なんとかクリア、これは来た。ベンゼマの果敢なシュートもあと一歩ゴールならず。
スの先にはウォルコットが。ディフェンスがサイドによってこれに対応します。ボールが収まります。さあどうだ、いい形でゴール前まで持ってきました。シュート、これが決まれば追いついてました。はい、同点が頭をよぎって硬くなったのかもしれませんね。よく狙ったんですけどね、フリーというわけにはいかなかったのが影響しましたね。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。狙ってましたか。カットします。いいですね、打ってきた、まだあります。大きく蹴った、クリア、決定的という場面、なんとかクリアしました。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。アンドレス・イニエスタの読みが冴えています。ウォルコットが勢いに乗って侵入してきます。上がった、ウェルベック、まだあります。サイドチェンジしました。ボールを奪いに来ました。ゴールにはウォルコット、ジェラードが攻守に効いています。テオ・ウォルコット、ウォルコット、危ない場面でした。ピンチでしたがクリアして、ひとまず混乱を収めます。フェルトンゲン、ここはうまく取りました。打ってきた、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ソン、やはりこの人にはパスが行く、リオネル・メッシ。ジェラン、前半終了です。スコアは1-0、リードは1点です。ハーフタイムです。前半開始早々のゴールでリードを奪いました。これ以上ない滑り出しですね。追加点のチャンスもあったんですが、相手キーパーも落ち着いて防いでいましたよ。後半戦が始まります。マラン・フェライニ、動きに躍動感があふれます。ウォルコット、このボールを拾いたい。ダニエル・アウベス、やっと大きく蹴り出されます。ネイマール振り抜いた、不審の旗が上がりました。オフサイド、
ッシ、空いたスペースに走り込みます。これはダニエル・アウベス、メッシが再びもらいます。イニエスタ、いい位置で奪った。カウンターアタックです。ネイマールがいます。うまく届きますか。クロスが上がった。ディフェンスがボールをクリア。なんとか回避です。リオネル・メッシ。アーロン・ランゼイ。マルアン・フェライニ。ベルトンゲン、ジェラード、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。ダニエル・アウベスのところに行きました。ネイマールが抑えます。さあ折り返した。フェルナンド・トーレ、素晴らしいヘディング。同点となりました。ポジションの取り方が抜群でしたよ。気持ちのいいボレー決まりました。鮮やかですね。さすがにあれは厳しいでしょうね。シュートが良すぎました。ジェラードがコーチに聞いています。ダニー・ウェルベック、ジェラード、ボールを運びゴールに襲いかかります。攻撃ムードに水を差す形になってしまいました。このパスミスは非常に痛い。スローインに変わります。イニエスタ、マルセロ、チャンスになります。コーナー獲得、同点のチャンスが生まれました。ベンゼマ、これは来た。シュートはブロック。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ジェラード、シュート、うわー、ジェラード、このボールはどちらが取るか。またまたキーパーに阻まれます。ウォルコットオフサイドです。マルセロ、ソン、セルヒオ・ラモス、ダニエル・アウベス、ボールにはウォルコット、ボールが足につきません。ルーズボールだ。カードが出るか。緊張のドブロスラフ・ドズムラ、ソン、ボールがよく転がっています。このパスはいけません。タッチラインを割ります。ダニー・ウェルベック、おっと、
リオネル・メッシがボールをそらしてしまった。サイドからの攻撃はここで止められます。マルセロ、ジェラードの投手に聞いています。いました、フェルナンド・トーレスです。ネイマー、この選手がベンゼマです。ここにいるのはネイマー。シュート、キーパーネイマー、今度のボールはキャッチします。シュート、これは痛いシュートミス。いやー、決められませんか。結果もが外れてしまいましたが、この積極性は忘れないでほしいですね。これは大胆にチームをいじります。マルセロ、ペペ、トゥラン、ボールがよく転がっています。勝敗を分ける場面です。誰がボールを奪うでしょうか。ウェルベック、ここはプレーオンです。スティーブン・ジェラード、スティーブン・ジェラードはチャンスを作る。ディフェンス混乱していましたから危なかったですよ。ソング、やはりこの人にはスペースへ抜ける。ボールを守るのはリオネル・メッシ。セルジオ・ブスケス、サイドを変えました。ボールはディフェンスがクリア。鋭い読みでカット。始まったばかりのシーズンで3ポイントを獲得しました。シーズンの見通しが随分明るくなるでしょう。今後に期待できますね。実況は西岡明彦、解説は堀池拓実さんでお送りいたしました。では皆さん、さようなら。